清張さん、西武園のオールスターの、まあ、1走目がやっぱりインパクトがあって、我らが奥山記者が残り全部来ますと言って気合いを入れてたからその1回に終わってちょっと寂しかった登場できなかったんでただファン投票で走れた久しぶりの G1 ちょっとどうでした？いやもう本当走らせてもらった感は大きかったですね、うん、点数で出れなかったので、はい、最初で最後の今年の G1 をあのしっかりあのファンの皆様の声で楽しませてもらいました、うんでまあ、その出場が決まったこともあってというか佐世保だったりとかその多摩の前の開催とか練習とかすごく身が入ってたんですか？いやもう身入りましたね、はい、決まってからはすごいテンションも上がったのでそれもなんかいい結果につながったかなとは思いますね。点数も今回108点に戻っているので、ああ良かったですだいぶまともな、はい、マシな点数になっているんで、はい、で単純な足 G1 で走る中でどれぐらい戻せているかというのは、いやでもやっぱちょっとまあ一軍選手は結構強かったですね、うん、本当最終日も北井君にも完封されて、うん、やっぱちょっと、まあ、力の差は感じたんですけど、うんまあ、走らないことにはですね、はいうん、走っていかないと、はい、もう一回次走れるように、うん、しっかり頑張らないといけないですね。もちろんそのここを基準にして、はい、もうやっとじゃないけど来年は必ず熊本競輪がというのが見えてきたので、はいはいはい、そうですね、そこに向けてまた地上にも復活していけたらなと思います。普通にでもここ優勝とかすればダービーとかもうそれは出れるんじゃないですか。そうですよね一歩一歩やられて積み重ねて、はい来年が第3か4の春ぐらいになるのかな。何回か春来てますもんね、はい、そうですね、もう一回来ればいいですねそれ迎えられるように、はい、あのこの向こう町記念で、はい、清張さんのインタビューを、あと2回取れるように頑張りたいなと思います登場したいです。お待ちしております、はい、ありがとうございます